カウントフリートは1940年代に活躍したアメリカ合衆国の競争馬。1943年に史上6頭目となる現行アメリカ三冠を達成した。20世紀のアメリカ名馬100戦、第5位。馬体には見るべきものはなく、気性も悪くてとても扱いづらい馬であったと伝えられているが、生産者のジョン・ダニエル・ヘルツはこの馬をとても気に入っていた。 場名は父レイカウントと、母クイックリーにちなみカウントフリートと名付けられた。2歳児は15戦に出走し10勝。レースぶりが安定する。この年の後半までは負けることも多く、フューチュリティステークスでは生涯唯一の三着に敗れているが、このフューチュリティステークスが生涯最後の敗戦となる。続く、シャンペーンステークス、ピムリコフューチュリティを解消し、2歳最終戦。 ウォルデンステークスに至っては、スタートから後続を引き離すと30馬審査での圧勝劇を見せている。この年は2歳フリーハンデで過去最高となる132ポンド、全米2歳チャンピオンを獲得した。3歳になると参冠戦線に挑むが、カウントフリートに挑もうという馬は少なく、常に小灯数で行われた。ケンタッキーダービー、プリークネスステークス、ビザーズステークスともに圧勝し、 ベルモントステークスでは2頭を相手に、後のセクレタリアとに破られるまで、ベルモントステークス史上最大インギ差であった25馬審査で圧勝した。この後は、ローレンスリアライゼーションステークスに出走するはずだったが、ベルモントステークスの競争中に故障しておりそのまま引退している。引退後は、種ボバとしても、まずまずの成績を収めた。1951年には、 ベーシュボバチャンピオンになり、1963年にはチャンピオンブルードメアサイヤーになった。1961年にはアメリカ競馬の殿堂入り、1966年にタネボバを引退した後も1973年まで予選を送った。ありがとうございます。